今すぐ帰りますのでお許しください。無理。さあて、じゃあまずこっちに来い。お許しを。キャー。マジでひどい目にあったんだぜ。あの子供強すぎだろ、歯型たん。そういえば霊夢はどうなったんだ？武器も何もなかったが。まさか、マリ。さ、キャー、霊夢。おい、その顔、どうしたんだ？小さい子に、剥がされた。まさか本当に拷問を、霊夢、すまん。苦しかった、辛かった、もう無理。早く消えてなくなって、この痛みからおさらばしたい。もはや恐怖しかねえ。霊夢。そういえば、なんでお前そんな顔が青いんだ？小さい子に何かを吹きかけられたんです。そしたら動けなくなって、そこから始まる楽しい拷問物語。全然楽しくねえ。動けなくなる、か。霊夢、その青いものは小さい子供が持ってる可能性が高いんだよな。うん。私にかけてきた時は、その子のポケットから出てきたよ。それを小さい子供、いや、赤い悪魔に吹きかけることができれば、私たちにも正気が。だが霊夢はこんな状態。どうする？マリサ、私の力、受け取って。え？ふう、じゃねえよ、お前バカか？お前何卑猥なもの出してんだよ。違う。これ、私、だよ。は？お前？どういうことだ？だってお前は青くなってんじゃねえか。実は私、魂の入れ替えができるんだ。シェンロンにお願いした。っていうのは建前で、編集の力です。だろうな。まあしかしこれだけ霊夢が小さくなれば、小さい子供にバレずに青いものを奪えるかもしれないな。霊夢、頑張るんだぜ。え？私が奪う係なの？当たり前だ。私だと普通にバレてしまうだろ。その小さい子供より目線が下なお前が言った方が成功率が上がるんだぜ。いいけど。100万円、お前さっきより元気になってきてねえか？気のせいです。さあ、100万円払うか払わないか、決めてもらいましょう。お前このまま解けてなくなってもいいのか？さっき行われた楽しい拷問症よりはマシです。どんだけきつかったんだよ。まずはじめに皮の肉を全部剥がされて、詳しい説明するんじゃねえ。私たちの命運は霊夢、お前の力にかかってるんだ。お前の力が必要なんだ。そう、天才のお前の力が。よーし、やってやるぞー。こいつ、楽勝すぎる。それでマリサくん、私天才は何をすればいいのかね？こいつ、急に元気になりやがった。もう体調はいいのか？うん、だって同情してもらうための演技だったもん。ゲスの極み。エノンタンハーハー。その発言はいろいろ違いすぎる。よし、じゃあ作戦だが、まず私が小さい子供の注意を引く。その間にお前はその子供の後ろに回り込み、素早くポケットに入ってるであろう青いものを奪って子供に振りかけるんだぜ。でも、もしバレたら？私は全力で逃げる。え？私は？お前は一回拷問受けてるだろ？一回も二回も変わらないんだぜ。マリサ、お前を蝋人形にして海の底に沈めてやろうか？やれるもんならやってみろ。まあもし失敗したら全力でお前を守ってやる。安心して戦ってこい。怖いけど、頑張ります。それじゃあ作戦スタートだな。ここで待ってればピンクのやつが出てくるかと思ったが、来たのは変なゴミ虫。まあいろいろ遊べて暇つぶしにはなったが、仕方ない、帰るとするか。またちょっとまたー。くそ。またあいつらか。しつこい。皆様、本日はトライアングルチャンネルをご視聴くださり、誠にありがとうございます。もしこの動画が面白いと感じてくださった方は、高評価、並びにチャンネル登録してくださると嬉しいです。ちなみに登録方法は、概要欄の下の赤いボタン、今出ている画面の矢印の先をクリックしてくださると登録できます。それと、サブチャンネルの方でも動画投稿しておりますので、よければそちらもよろしくお願いいたします。